はい、今回もですね、はい、島崎さんと2人でお送りする、はい、もう文字通り大人の大人です、はい、大人の教養講座ですけれども、前回アンリ・ルソーの、ついに島崎さんアンリ・ルソーの扉を開けてしまったんで、はい、終わらないからちょっとね、次はアンリ・ルソーでお願いしますよと言ったんだけど、何持ってきてくれたんですか。はい、こちらでございます。あ、いいのを選んでくれますね、白崎さんね。これね、飢えたライオンっていう題がついてるやつなんですけども、これ疑問点としてはどういうところなんですか。いや、今タイトル聞いてやっぱり、あ、やっぱそうだよなと思ったんですけど、あ、ライオンだよな、ライオンだよな、まあ、まずそっからだよね、はい、ジャングルだと思うんですけど。ジャングルだよね。ライオンはサバンナだろうと。いないね、はい、いないですよ。それで言い出したら、この襲われてる動物、これなんだって話、はい、わかんないんだよ、これ、ね、イノシシ、それや鹿みたいな、何って、こんな襲われてる動物謎なんだよねいずれにせよどっちもジャングルにはいない動物だよ、これ。あの、もうこれもまたどっから話していいのかわかんないぐらいの作品なんだけど、なんでいいやつを選んでくれたっていう、はい、言ったかというと、まあ、このジャングルシリーズ、ルソーのね、代表的なシリーズの一つなんだけれども、中でもこの作品は非常に重要な作品なんですよ。なぜかというと、この作品は1905年のサロン・ドートンヌっていう、まあ、秋のサロンっていう意味ですね、うん、サロン・オブ・オータムですね、英語で言えばサロン・ドートンヌっていうところに出品された作品なんですよ。で、ルソーはいつもどこに出してましたっけ。アンデパンダンテ。そう、アンデパンダンテ。それ無監査で、お金さえ払えば誰でも作品を展示できるアンデパンダンテにしか出せなかったじゃないですか、はい、で、このサロン・ドートンヌっていうのはサロンと歌ってるぐらいで、国のサロンに対してもっとあの新しい美術をやっていこうって言って、あの立ち上げた動きで、審査あるんですよ。ルソーの作品が初めて審査に通った、この時3枚出品してるんですけど、その1枚なんですよ。で、しかもこれを見た、あの印象派とかをね、扱ってたボダールっていう人が、これを200フランで買ってくれたんですよ。つまりルソーにとって初めてまともに売れた絵なんですよ、この作品は。そういう意味では、このルソーにとっては記念碑的な作品になるんですね。で、そのサロン・ドートンヌっていうのはさ、その新しいアートをっていうことでやったんだけれども、そこがだから審査があるにもかかわらず、このルソーを展示したってことは認められたってわけだよ、はい、だから20世紀に入ってルソーのこの偏差が、あ、逆に新しくねえが出てきたっていう証明なんですよ。セザンヌと同じように20世紀に入ってついに時代が逆によくねえが出たっていう、それを物語る絵なんですよね。で、さらに1905年のサロン・ドートンヌっていうのは西洋美術史の上で非常に重要で、よく出てくる年で、この1905年のサロン・ドートンヌでマティスたちの作品がフォービスムって呼ばれたんですよ。原色を使ってね、すごいと。で、それを見た評論家のルイ・ボークセルっていう人が、野獣の檻のようだって形容したことから、マティスたちはフォービスムって呼ばれるようになったのね。で、その同じ展覧会に、これルソーのこのジャングルシリーズが出てるんで、何点か、そのボークセルが野獣派っていうね、野獣っていうことを思いついたのは、マティスの原色だけじゃなくて、ルソーのこのジャングルシリーズも影響があったのかもしれないぞっていう。だから、もしかしたらルソーはそのフォービスムっていう言葉がね、生まれる直接的ではないけれども、原因を作ったのかもしれないぞっていう、そういう意味でも非常に重要な作品なわけですよ。で、この最初にも言いましたけど、ジャングルっていうのは肖像画と、それからあの街の風景と並ぶルソーの三大テーマの一つなわけですよね。で、なんでジャングルを描いたかっていう話なんですけどもね、あの前回ルソーが中学出てすぐ勤めた行政書士事務所みたいなところで、いきなり事務所の金盗んで捕まったって、はい、で懲役逃れるために長い兵役に就いたっていう、はい、だけど結局懲役も逃れられなかったって話したでしょ、はい、で、その兵役に行ってる頃にね、あのフランスはメキシコ出兵っていうのをやってるんですよ。メキシコを侵略して、それがちょうどこのルソーが軍隊にいる間なんですよ。で、ルソーはその自分はメキシコ出兵でね、
あのメキシコに行ってメキシコでジャングル見てるから、うん、あのジャングルの絵は得意なんだよとみんなには言っていたんですよ。みんなあそうなんだって思ってたんですよ、うん、ところが後でこう調べたところですね、メキシコ行ってなかったって、嘘だったって、メキシコどころかフランスから一歩も出たことがないっていう。なんでそんな嘘をついてんのかっていうのがわからないんですよ。これルソーの癖で時々こういう理由のわからない嘘をつくんですよルソーってね。まあ嘘と言ってしまえば嘘だけど、例えばよ、あの前回話したけど自分は古典的な大画家だって思い込んでてみんなに言うわけじゃないですか。でそれある意味嘘ですよね。あ、まあ、確かに嘘だよね。そうですね。嘘だけど、でもルソーにしてみれば思い込んでるわけじゃないですか。はい、だからジャングルもどう見てもそのいろんな発言を見ると自分で思い込んでんだよね、言ったと。思い込んでる節がある。なんかわかんないけどこう熱帯に憧れて、はい、憧れすぎちゃってわかんなくなっちゃって。俺言ったよなぐらいになってた可能性はなきにしもあらずで、この人の場合嘘なのか思い込みなのか、ともかくジャングル行ったってことでジャングルの絵をいっぱい描くんだけど実際行ってないから分かんないわけだよ。だからこういうことが起きちゃうわけだよ。いねえよジャングルにみたいな、だいたいこの動物なんだよっていう話ですよ。ジャングルにいないシリーズいっぱいありますよ。ヒョウに襲われる馬っていうやつなんですけどね、うん、馬ジャングルに迷い込んじゃったよみたいな、ヒョウもジャングルにはあんまりこういうとこにはいないよねみたいな、逆になんか馬が襲ってる風にも見えるけど、だから馬がまたものすごい無表情な襲われてるとは思えないぐらい無表情あと葉っぱでかすぎねえかみたいな、でかいっすねどんな植物だよこれみたいな。これまた今度は人がヒョウに襲われちゃってるんですけども、うーん、ジャングルでこれはないだろうメキシコのジャングルでこれはないだろうっていう話なんです。だこういうのをね、どう行ったことないのにどうやって描いてたかっていうと、結局動物園や植物園に行ってそこで見たやつとか、それすら正確に描けてないんだけどさやったりとか、あと写真見たりして描いてんだよね。でここのこのヒョウに襲われる人いるじゃない、はい、これはね元ネタが見つかってるんだよ。おこれなんですよ、動物園で飼育係と戯れてるヒョウなんですけども、これあの当時出てた野獣っていう写真集に出てる写真で、これもう明らかにこれはこれを見て描いたんだろうなっていうことですよね。でヒョウですらやっぱり足は描けないから草で隠すっていうなるほど人もあらねことなんですけどね、まあこうやってジャングル画を散々描いていたんですよ。このジャングル画の集大成と言われているのが最晩年、もう亡くなる直前に描いたこの有名な夢っていうね、メトロポリタン美術館にあるこの作品なんですよね。でも亡くなる直前1910年に描いてる作品なんですよ。これまたあのジャングル画の中で一番大きいんですよ。2メートル×3メートルぐらいあるやつで、でこれは自分がねこういう夢を見たんだと言い張って、でこれを解説する島で描いてるんですよルソーは。でそれはどういう詩かっていうと、美しい夢の中の宿日川、優しく眠りに落ち、善意の蛇の魔法使いが奏でるリード楽器の音が聞こえる。月が川または花木に移るにつれ、野生の蛇は楽器の楽しくなる音に耳を貸す。でまたここに何だかライオンだか何だか分かんない動物がこう言って、この裸の女、このポーズはマネのオランピアとかに続く古典的なヌードですよ。でこれがそのヤドビガっていう人だっていうわけで、ヤドビガって誰だよって話なんですけど、これルソーが昔付き合ってたと自称するポーランド人女性なんですよ。昔ヤドビガっていう名前のポーランド人女性と付き合ってたとルソーは言い張ってるんですけれども、そういう人が実在した形跡がないんですよ。でしかもこのヤドビガっていうのは
中世のポーランドの有名な女王様の名前なのね。あ、そんな大昔の名前のポーランド人の女の人がそのこといたかなみたいな、うん、あだ名としてもそういう人とルソーに接点があったという記録はないぞと言われてから、うん、割とルソーの妄想の彼女かもしれないだよね。でこれを書いてる頃もうルソー亡くなる1年前なんですけども、あの2番目の奥さんのジョセフィーヌも早く亡くなっちゃってて、うん、また独身だったんですよ。で今度はですね、新たに自分があの税関に勤めた時の上司の娘、これに恋をしてて、でこの作品をまたあの最初のあの飢えたライオンを飼ってくれたボラールが、これいいよと、前より良くなってるって、うちで買おうって言ってくれたんだって。だからルソーはね、ボラールにね、じゃあね、私がねちゃんと大画家としてね進歩しているっていう証明書を書いてくださいっていうので、なんでって言ったら、今ねある女性を口説いてるんだけどね、その人がね私が大画家だっつっても信じてくれないんだと。であなたみたいなちゃんとした画商がね、私が立派な画家だって証明してくれればね、彼女もね彼女の父親も説得できるからっつって、でボラール証明書、証明書書かせられるんだけど、結局まあダメだったっていう話なんだけど、まあそのぐらいボラールも認めたもう最高傑作ですよ。でこれがあの前も言った原田マハさんの楽園のキャンバスっていうあの名作小説のこれテーマになってるわけですよね。あれは、まあ、あんまり言っちゃうとネタバレになるからあれだけど、これにそっくりな夢を見たと題する作品をスイスの謎の富豪コレクターが持ってるんですよ。ルソーは本当はうまい説の論文で注目された日本の学芸の女性のライバルのもう一人の学芸と二人そのスイスの富豪宅に呼ばれて、その夢を見たがね、ルソーの新作か贋作か鑑定しろ、でそれをこう調べていくうちにいろんなことが分かってきてっていう大どんでん返しがあってっていう、すごく面白い小説だから、そうですね、ぜひ読んでもらいたいんだけど、それのもう目になってないこれはね。で1905年ぐらいからあのルソーのこの一連のジャングル画にこの裸の女性が登場するようになるんですよ。一番最初に登場したのがアダムとイブのイブがジャングルの中にいるみたいなやつだね。でこれは多分ねゴーガンの影響なんですよ。1903年のサドン・ドートンヌでゴーガンが亡くなった年、でゴーガン追悼展っていうんでゴーガンのタヒチ時代の作品が再評価されるんですよ。で当然ルソーはそれ見てるから、でしかもほら自分のジャングル と、通じるものがあるから、ゴーガンの熱帯夜やね、そういうのもあってこういう裸の女の人とジャングルっていうのを突き詰めていったと思うんだけど、その最後に行き着いた完成形がこれだったっていうことですね。これはですね、ルソーのホームグラウンドであるアンデパンダン展に展示されるんですよ。でその時また後で出てくるこのピカソやなんかと一緒にもうこの時点ではルソーを評価してた詩人のアポリネールっていうのがいるんだけど、アポリネールがこのルソーの作品のこれについて新聞に記事書いてるんだけど、そこに今年は誰も笑わないだろうと信じるって書いてあるんだよってことはまだ笑われてはいたんだなっていう、一般の人にはまだ笑われてはいたんだなと、そんな作品なんですよ。でまあそのルソーがね、どうしてその行ったこともないジャングルそんなたくさん書いたのかっていうあれなんだけども、これはもう私の個人的な想像なんですけどもね、やっぱこの葉っぱあの最初にルソーの特徴の一つの中に葉っぱにやたら固執するっていうのがあったでしょう、はい、葉っぱ存分に描けるんですよ。そうですね、もうほぼ葉っぱしか葉っぱしか描いてないんですよまたルソーの葉っぱっていいんですよ、うん、実際にありえない植物のさ形とありえない形だったりありえない大きさだったりしてるけど、不思議な魅力があるでしょう、うん、もうこれなんかさシュールレアリスムみたいになってんだよ、うん、これだからあのピカソたちがねこれはいいって言ったのも無理はないんですよ、うん、いいんですよ。だからやっぱりこの固執するものをどんどん極めていくとやっぱり天然力がすごいことになるっていう、うん、草間さんの水玉と同じですよ、草間彌生さんの
もう草間彌生さんの水玉も、もう若い頃から一貫してやってるじゃない、ともうだんだんすごいものになっていくっていう、ルソーの葉っぱもすごくなってるっていう。であとさ、こうジャングルで描くとさ、ルソーの一番苦手な遠近感、あ、遠近感なくていいんだよ、確かにそうっす、ね、全部木さであれしちゃうから。そしてさっきこの表のところでも言ったけど、ルソーの苦手な足はいくらでも隠せるんだよ、うんうん、だから苦手な遠近感と足を描かなくていい舞台なんだよ、ジャングルって前後しかないんだもん、うん、なんていうか平面的なレイヤーしかない、はい、要するに空間のないレイヤーしかない遠近感の表現でいいんですよ、ジャングルだと、うん、これもルソーのためにあるようなテーマと言ってもいいんだよね。そして今までの作品をこういくつか見てきて、もうすでに気づいてると思うんだけど、ルソーって色彩感覚だけはさ抜群なんだよ。確かにそうですね。それも近代的な現代的な意味でいいの、うん、はい、だこんなの古典、それこそアカデミーの学科で言うと独特しい色でね、うん、あれだって言うんだけど、今の感覚からすると、いやむしろイケてるよっていう、うん、色のセンスはいいよねっていう、うん、だからその遠近感出さなくていい、空間出さなくていい、足かかなくていい、葉っぱをもう存分かける、色彩感覚活かせるっていう、ジャングルっていうのはルソーのためにあるような画題だったんだなっていう。だからもう最後にルソーが残した大作がその肖像でも都市風景でもなくジャングルだったっていうのは、やっぱりこのルソー芸術の革新って実はこのジャングル画にあるんじゃないかなっていうことの証明だと思うんだよね。最初のね、島崎さんの疑問のこれはライオンかって、ライオンはジャングルにいるのかって言うんだけど、もちろんいないよ、いないけど、そんなことじゃないんだと、もうこれは完全に幻想のジャングルで、ここにこそ図像芸術の革新があるんだっていうことをね、今回は力を入れて言っておきたいですね。五郎さんがレイヤーで描かれてるみたいだっておっしゃってましたけど、やっぱりなんか今の時代でパソコンでなんか切り張りして作ってったみたいな雰囲気にも感じるんです。あるんですよ、はい、だそれはつまりそのコラージュ感覚っていう、うん、この直後にこの ルソーに影響を受けたピカソたちがやり始めるんですよ、コラージュっていうのを。いろんな要素を貼っつけで、このありえない状況をわざと書くっていうのは、このさらに後にシュールレアリストがやるわけです。でこれはデペイズマンっていう名前が付けられるわけです、ありえない状況を作るっていうのは。ルソーはもう天然でそれやってますから。だからこれが結局ピカソたち、この20世紀の初頭に出てくるいろんなアートの運動の中で、ルソーが、まあ、セザンヌと同じですよ、逆にすごくねって言われたのは、そういう本人は全くその意識はないんだけど、いろんなこと先取りしちゃってたっていうところですよね。時代の扉を開く原動力は天然にあるんだよね。